はい、から万歳。今日のゲストはイラストレーター、そして法廷画家として活躍されております野本義隆さんでいらっしゃいます。今法廷画家の話面白かったんですけど、思わぬところから誕生したんですね。そうですね、法廷画家としてのデビューが、はい、でも実際やってみてどうです？まず時間がないんですね。すごく早いスピードで描かないといけなくてですね。だからまずその一番最初はやっぱりこう法廷内の雰囲気に圧倒されました。やっぱりこう陰鬱なものなんですよ。あの被害者が、被害者遺族がいて、はいはいはい、加害者がそこにいるわけです、はい、同じ部屋にいるっていうのは怖いですよね。すごく空気として重いですね。重いですね。やっぱりこう法廷画が使われるようなこう重大な事件っていうのは、まあ陰惨な事件というか悲惨な事件が多いものですから、そういうところにこう足を踏み入れてですね、やっぱすすり泣きの声とか聞こえてきたりとか、そういう中で、本当ですね、どちらかというと人殺しの顔ってあんまり見たくないじゃないですか。ですよね、それをこう穴が開くほど見ながら描くっていうのが魔法の仕事で、ちょっとその日はテンション下がりそうですよね。やっぱり残酷な話を、やっぱりえぐい話をこうされるんですね。こういう事件だったっていうのをですね、やっぱり気分がすごく落ち込んで、帰ってから寝れなくなったりとか、そういうこともちょっと最初のうちはありましたけど、普通ですよね。それがもうでも30件以上担当してくるとだいぶ、はい、そうですね、慣れたというか、はい、だいぶ慣れてきて、そうですね。でもこれは本当今映像を流せないだけに、はい、このお仕事っていうのはかなり重要ですね。そうですね。だってイラストレーターさんのその書き方によって視聴者はイメージを作ってしまうわけですから。そうですね。たまに聞かれるんですけど、すごく人殺しをした被告がですね、男前だったりすることがあるので、でそれは、やっぱり見にくく描いたり、悪い顔に描いたりするんですかとか言われるので、なるほど、いやそれはしないと。しないと。なるべくこうやっぱカメラが入れないからイラストで表現してるんであって、やっぱそこにこうイラストレーターの主観っていうのはそんなにいるのかっていう、やっぱりありのままを描いてですね、するようには心がけてますけども。なるほど。他の他局の他のイラスト、法廷画家が描いたものをテレビで見ることもあるじゃないですか。ありますね、はい、俺の方が勝ってるみたいな、そういうのあります？僕だったらこう描くなっていうのはあります、ね、あります。やっぱ個性が出るんですか？あ、出ます出ます。へえ。法廷に行くとですね、やっぱり法廷画家の方何人かいらっしゃるんですよ。いるんですよね。お仲間がね。で座る席順なんで決まってないんですね。ほうほう。早い者勝ちなんですよ。はい、でちょっとトイレ行ったりするともういっぱいになってて、ああ座るところがないなっていうので、まあ、空いてるところに座ったりするんですけども、法廷画家の方の隣に座ったことがあって、二人で書いてる。二人でこう並んで書いてる。すごく居心地が悪いですね。ライバルですね。ライバル心っていうのはないんですけど、なんかこう居心地の悪さを感じて、ちらちらとこう見て、ああこう書くんだって思いながら。やっぱりテレビで取り上げるときは初公判か、はい、あるいは判決のときが多いですかね。そうですね。判決のとき、ね。時ですよね。やっぱりね。せっかくこういう番組に出ていただいたんで、ちょっと裏話を伺いたいんですけど、はあ、傍聴席に入れる方って本当少ないじゃないですか。傍聴席自体は基本的には誰でも入れるようになってるんで、誰でもいいんですよね。並べばいいんですよね。抽選、抽選があるのはたくさんの傍聴人がいるっていうことが見込まれる裁判で事前に分かるんですね。だからこの裁判は、傍聴券を発行しますので、はいはい、皆さんくじを引いてくださいね。でくじを引くと、まあ、数字が書いてあって、あとでこう大学 の, 合格発表のようにですね、紙でバーッとこう出されて、ああ当たったとかそういうふうにしてですね、まあ、何千人並んだりとかするんですけど、うん、あれは何千人その裁判が見たいかっていうと、そういうわけではなくて、うん、やっぱりメディアがですね、報道のために記者を入れないとやっぱり情報を得られないわけですから、並び屋さんというバイトを雇ってですね、並ばせるわけです。それで膨らんでる部分もある。そうですね、100人単位でこう並ばしたりするんですね。じゃあ本当の素人さんというか一般の方っていうのは少ないんですね、意外と。そうですね、報道の方でいっぱいになったりします。だから並び屋さんっていうのは割とこう暇そうにしてる大学生っぽいのとか、おじいちゃんおばあちゃんとかが言ってたりして、並べば多分この裁判に興味ないだろうっていう人たちは。なるほど。で江上さんも並ばないわけでしょ？で私並ぶんですよ。並ばさない、人海戦術なので、もうなるべく音声さんとかカメラさんとか。当たらないじゃないですか。当たったことがない。ないですよね。その局のアルバイトの中で当たった人の件を譲るのは OK なんですか？それは OK なんですよ。それ OK なんですか？それで記者の方と僕と2人入ればとりあえずいいということで、だから2枚を獲得したい。記者と、ね、法廷画家2人ぐらいだから、かなり重要なポジションですね。そうですね。よくほら
出てきて判決出ましたとかって無罪とかねやるじゃないですか、はいはい、ああいう感じの人が入ってるわけでしょ。そうですね、はい、あすごいですね。判決死刑とかあの休刑とかの時に出ると、うん、あの一斉に傍聴席の人がバーッと立ち上がってドタドタドタってこう出ていくんですね。だからあれはあのカメラが待ち構えてて、ね、あの死刑の休刑が出ましたみたいなのをされてるんですよね。番組をご覧になった方、法廷画家って何なのか、あのね、裁判のこの裏話をいろいろ伺うことができたわけですが、実際はあの今日いろんな絵がこう飾られてますが、これは初めの初期の方に描いたんですか、ね、これはこういう仕事もあのこれはゲームとかですかね。これはですねパズル雑誌で描いたんですけれども、あの子供向けの、あの、いいですね、はい、デフォルメしたキャラクターをですねこういう形で、こちらなんかややオタク系の、あどうでしょうね、なんかあの人物画であのリアルタッチの人物画も描いてまして、まあ、この女の子ですけど割とこう老人とか描くの多いですけど、そうなんですか、人は持ってきてないですけど、でそういうのも描いてたから多分あのホームページ見てあの法廷画の依頼とかもあったんじゃないかな。そうですね、あの聞くところによりますとあのサッカー日本代表としても活躍した、はい、北澤さんの、はい、親子でこう学ぶようなレッスンビデオ、そうですね、今度はサッカー あの教本が出るということで、そのイラスト北澤さんの似顔絵とかもですね担当させていただいて、北澤さんのキャラクターの漫画みたいのがあって、はいはいはい、でそれを描いて、描いてます、でそれがビデオで流れる、結構そういろいろやられてるんですね、はい、あの来週はですねあの法廷画家以外 あのイラストレーターとしての作品もちょっと見させていただきながら私をたっぷりと伺いたいと思います、また来週もお願いします、はい、一つお願いがあるんですけど、はい、来週までに私の似顔絵をちょっと描いて、はい、宿題で持ってきていただきたいんですがどうでしょうか。はい、ぜひぜひよろしいですか、はい、じゃ あのよろしくお願いしたいと思います、はい、本当にどうも今週はありがとうございました。ありがとうございました。はい、毎週ご案内しておりますが、はいからトップページの左上にポストのマークがございますのでそこをクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます、榎本さんへの応援メールもお待ちしております。よろしくお願いいたします。榎本さんあれですか、こう作品を集めてこう個展とかなんていうのはされないんですかね。グループ展とかでこうあのしてるんですけど、もっとこう書き溜まってくると、まあ、法廷画展なんても面白いかもしれないですね、はい、あのぜひあの榎本さんの作品に興味のある方はあのホームページの方を、ね、一度アクセスしていただければ、いろんな作品ご覧になることができると思いますし、いろんな予定も知ることができると思うのでぜひよろしくお願いいたします。よろしいですよね、佐藤さん。本当どうも今週はありがとうございました、はい、また来週も宿題忘れずに持ってきてください、はい、よろしくお願いします、次回は5月の21日になります、この番組このお時間にまたお会いいたしましょう。皆様さようなら。